はい、さよなら。じゃあ今回もメトロエクソダスやっていきます。無事にこの通信衛星基地で資料をゲットした。アルチョムが向かいます。え、またか。バロン様がお話になる。みんな、俺はあの列車の連中と無線で話した。すごいぞ、連中のボスは。なんと正真正銘の大佐だそうだ。奴らはここへ遊びに来たわけじゃない。最高司令官の任務でここに来たらしい。細かいことは言ってなかったな。任務は秘密だと言っていた。しかもそれだけじゃない。この大佐がどこから来たかわかるか。なんとモスクワからだそうだ。こんなに笑ったのは久しぶりだが、それだけじゃない。あのバカは私から水と燃料をもらい、ここを通りたいそうだ。そしてその見返りに最高司令官が後から報酬をくれるそうだ。ここまでくだらないことは久しぶりに聞いた。大佐のことはよく知らないし、どうして俺たちをそこまでバカだと思ってるのか知らないが、放っておくわけにはいかない。そこでだ、列車の連中のメンバーを生きたまま俺の元へ連れてきた奴には報酬をたんまりやるぞ。モスクワからやってきたお客さんにとっても興味があるからな。ナオレ、バロン様のお話は以上だ。もう考えうるパターンで一番最悪なことになった。ちょっとここなんかはしごあるから見てみよう。なんかあるかな。今もう、あ、隠れ家か。金属探知機をもう外しちゃったから、逆に今度はアイテム収集がしにくくなったかもしんないけど。なんかもう砂漠って明るいと本当に見通しがいい。まあ、つまり隠れにくいから。戦闘になることを考えたらもう夜にしたくなっちゃうな。ここ作業台あるかな。作業台はないか。オッケー、夜にしちゃおう。見ろ、よく目を覚ますぞ。じっとしてろ。お前を撃ったりするつもりはねえよ。お前を殺すつもりだったらとっくに寝首をかいてるぜ。当たり前だろ。そうともよ。だから心配するこったね。ソウルからお前に取引がある。よく聞いとけ。また会ったか。俺を気絶させた時のこと覚えているか。あ、ごめん、超忘れた。俺は覚えてるぜ。まだ頭が痛み上がる。お前が俺にとどめを刺さなかったことも覚えてるぜ。だからこうなったわけだ。弾倉には弾が8発だ。水を2トンも損しちまった。だから優しくしろよ。だがこいつは単なる前儀だ。本番はここからだぜ。なんで俺がお前をせかしたか知りたいんだな。バロンのことを知ってるか。俺はもうちょっとで奴を仕留められたんだ。え、俺は5年間も奴にへつらって
地元民どもを痛めつけてきたんだ。そのために奴から改造版まで借り受けてる。ああ、遠慮するな。お前にやれよ。車なら他にも持ってるからな。さて、本題に入るとするか。俺はあのイカれた魔女を奴にけしかけようとしてた。魔女が奴をぶっ潰す段取りだ。準備はほぼ整っていた。1、2の3でチェックメイトってわけだ。その矢先にお前らがやってきた。しかも機関車でご登場と来たもんだ。被害妄想の強いバロンの野郎は自分を仕留めに西から送られてきた資格の一団に違いないって真っ先に決めつけちまった。それで俺の計画は全部おじゃんだ。扉という扉は閉じられ、警備の数は3倍に増えて、何もかも台無しさ。ギウルがバロンに近づけるチャンスはゼロになっちまった。だがこいつはもっと面白いことになったかもな。さらにお前は灯台でギウルを助けて奴隷たちを船の解体作業から解放した。心配するな、もう大半は俺たちが捕まえたさ。だがおかげでうまく目をそらすことができた。今やバロンはお前らが自分の事業を狙ってると確信してやがる。何にせよ率直に言うぜ、俺もお前もバロンに生きててもらっちゃ都合が悪い。だからあの野郎は始末するべきだ。お前なら十分にこの役をこなせるだろう。まだぶん殴られた痛みが残ってるぜ。銃と車は前払い金だと思ってくれ。守備よくバロンを始末してくれたら、仲間にはお前を追い回すのをやめるように言ってやる。それでおあいこってわけだ。おお。お前がヘマしたとして、俺は一向に構いやしないぜ。悪漢どもから俺がバロンを守ってやるだけだ。そしたら奴は直々に俺を狩猟にしてくれるだろうな。あ、ボスの座を狙ってるのか。よく考えろ。まだ時間はあるからな。ああ、じゃあこいつを仮に殺してたらこういう展開にはならなかっただろうな。まあ、つまりはこの悪党の中でもボスの座を狙ってるというか、まあ裏切り者になろうとしてる人たちがいるってことね。で、偶然にもこのソウルっていう人物と利害が一致したんで、協力してバロンをなんとか始末すると。ここ寄ってよかった。で、車くれちゃうのね。じゃあありがたく。え？行くよ。まあ、ちょっと気になるけど、仮にここでね、あの人ら撃ったらどうなるんだろう。まあ、わざわざそんなことをする必要はないけど、まあいいや。よし、このまんま、まっすぐ行こう。また同じこと言ってる。おっと、ミュータントはドーン。これもフロントガラスがない方が、むしろ見やすいんだけど。これは、まっすぐでいいのかな？あれでも港って向こうじゃないか。まあいいや、ちょっとハテナアイコンがついてるから。ああ、あれはアンナだった。はい、ぜひ。アンナと合流。相変わらずミュータントがいるけど。来て、見せたいものがあるの。この埃ほんと最悪。おう。
見てよ、こんな豪華な家具はモスクワにはなかったわ。まあこの場所は暑すぎだけど、このままじゃ倒れちゃいそう、ステパンみたいに。とりあえず状況を説明するわ。あのドックにあるクレーンが見える？操縦室に誰かが乗ってる。ここからはよく見えないけど、私のことは気づいてると思う。あの場所は私たちのベース基地とも連絡が取りやすそうだし、ちょっと調べてみて。了解。船を見て、水際の一番大きいやつ、わかる？自然に壊れたんじゃなくて、意図的に偽装を取り外してる。檻を積んだトラックがあそこにやってくるのを見たわ。きっと悪党があのボートに捕虜を収容してるのよ。捕虜か。港の向こうに建物があるでしょ。飛行場の管制塔のようだけど、よくはわからないわ。あそこには大量の備品があるはずよ。役に立つものもあるかもしれない。うん、空港っぽい。ああ、地図を手に入れたの。あなたとダミールのお手柄ね。私はこのまま見張っておくわ。あなたは次の目標を選んで。オッケー。いい加減シャワーでも浴びて砂を洗い流したいわ。早くこの砂漠から抜け出したいわね。港に行くなら屋根にあるジップラインが手っ取り早いわよ。ジップライン？ああ、これジップラインか。怖いな、なんか。ずっと咳込んでんのは埃のせいであって、別にずっと体調悪くしてるってわけじゃないのね。ああ、ジップライン。じゃあいくつかの場所が、あ、増えた。まあ、とっとと基地に戻ってもいいんだけど、この辺は、冬のあの地域と同様にまんべんなくやっていくぞ。あ、こっちか。オッケー。誰かいるって言ってたけど。で、なんか探知機が反応してる。モンスターかな。あ、いてて。なんかアイテムでもないかな。で、これ入れない。で、起き上がりそうだな。あれ？はい、入れ。入れた。だよな。ちょ。あ、もったいね。ああ。リボルバー。なんかあるか。火器厳禁。こういうところも立ち寄ってみたら隠れ家になりましたっていうパターンがあるから。寄っといて損はないし、まだ入手していないアタッチメントとかも隠されてるかもしんないし、寄って損はない。武士か。これがどうして出れない。まあここを一回上がってこの橋を通っていった方が良さそうだな。この砂地を行動してたら大体ミュータントが出てくるし。なんだ？あら？
攻撃してくるだと。しかもあれライト、アンナ助けて。うわ撃ってきてる。アンナもスナイパー持ってなかったっけ。動きが早い、チョコマカト。頑張れ。リロードするわ。あれライトつけられたらな、スコープつけても見えないんだよな。あのライト撃って壊せないかな。よし。待って、今のうちにリュックオープン。ドックに繋が、これじゃ回せない。これでよし。目に汗が。うわー、でも見にくい、見にくい、痛い。このスコープ購買率以外にいいとこないな。当たんない。あれちょっと接近した方がいいな。接近しよう。危ない。アンナさんの援護は期待できそうにないか。どうしよう。縦にできるものが全然ない。スモークとかないもんな。あ、いた。行って。あ、下にもいた。あのスナイパー移動してんのか。とつるか。よし。あ、近い近い近い。痛い。グレネードは嫌。ちょっと医療キット予備作っとこう。お、ここなら狙われ、あ、狙われてる。あ、アンナと戦ってんのかな。よし、おし。あ、全然倒れない。硬いな。逃げたかな。で、この辺にもまだ敵がいた。どんなもんよ。あ、あんなやったか。どこ？いた。よし。さて、今単発武器ばっかりだからあんまり荒々しく突撃はできないんだよな。わ、当たんない。グレネード一つか。やったかな、下のやつは。
よし、そろそろショットガンでも持つべきかな。倒れた。これはなんだ。ちょっとスナイパーを交換しよう。あー、これはこれもスナイパーか。単に弾が少ないだけだから、もっと弾を生産するか。カラシニコフに戻すのも手だけど。で、遺品は回収。あ、ショットガン。わ、ショットガンでもいいけど。まあ、スナイパーで行こう。まだ上の方に潜んでる敵がおる？こいつがスナイパーか。このスコープは、あ、これはもしや、ラッキー6倍スコープだ、スナイパー用。あ、一段とスナイパーらしい。ここの外周に敵はいない。お邪魔します。おお、作業台か。あ、ここにも武器。またスコープだ。別のスコープだな。で、テープ。列車の奴らが駅を占領して保証を配置した。数は10人程度だが、よく組織化されている。数を続け。我々のこと？あ、ソウル所長なの？さっきのスナイパーの記録か。結構アルチョムが来る寸前まで、お？記録していたようだが。え？敵臭いな、あれ。撃ってきてる。やるか。ちょっと先に作業台いじりたかったけど。ああ、当たんない。オッケー。ワンパンだ。場所に、当たりどころによるか。あらら。オッケー。お前たちの遺品は後でちゃんと回収すっからな。息を止めるとかないのかな。結構揺れるな。オッケー。オッケー。ちょっと、うん、彼らスナイパーじゃないのか。
そんなんじゃ当たらんぞ。よし。一発で十分体が吹っ飛びそうな威力だけど。オッケー。全滅かな。アンナさんはあれどっか行った？オッケー、ちょっとちゃんと整理をさせてほしい。オッケー。焼夷弾がめちゃめちゃクラフトのコスト食っちゃった。まあスナイパーはそんな使うことないか。ここは制圧。オッケー。んと、よし、なんか入ってる。上にいた？上にいたのは死体だった。っていうか、ハテナが近いんだけど、そっちの小屋か？ここ？あ、なんだここ？ってことは、ああ待って、フィルターを作れる分の今材料がないんだけど、てかなんか見えた。あれあれってなんだ、なんかの残骸か。ちょっとここの下も気になるから行ってみたいな。これいつまでたっても情報を持って帰れないけど。よし、じゃあとりあえず今回ここまでにしようかな。ちょっと想定外にも会話が多くなっちゃったけど、資料自体はもう手に入れてるから、捕虜とかもいるみたいなんで、人助けするなり物資回収するなりしてから機関車に戻ろう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。